みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。気がつけば、このアフタービートギターチャンネル開設をしてから5年と4ヶ月ぐらいが経ってしまっているんですけれども、気がつけば、チャンネル登録者さんがなんと6万人を超えてしまいました。わー、やったね。えらいこっちゃぜ。そして再生回数の方も累計で2000万回を超えてしまいました。わー、えらいこっちゃぜ。よいよい。はーっと来いっていう、なんかそういう。ご挨拶といいますか、ご連絡といいますか、ご挨拶ですね、ご挨拶。毎回毎回恒例のご挨拶の動画でございます。いつもいつもありがとうございます。まあ、冷静に考えてみても、この2000万回というのはなかなかすごいんじゃないのかなんて自分でも思ったり、思わなかったり。僕が毎回毎回言っている動画の冒頭の挨拶があるじゃないですか。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールの。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ザコシショウ、サジオジュースみたいなこの挨拶があるじゃないですか。それを僕が2000万回以上言っているということですからね。この撮影をしている段階ですでにもう2100万回以上になっているんですけれども、改めてインターネットっていうのは怖いなと。YouTube っていうのはすげえななんて思うわけでございますよ。このいつもいつもこの黒いところからバーッとフェードインするじゃないですか。そして僕がいて、ギターがあって、ホワイトボードがあって、なんかこう同じような感じで毎回毎回、なんだろう、こう。皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギターコースの滝沢です。今日はこのアコースティックギターを使って、この変速チューニングで、これバーって言ったら、低い音がバーって言ってやべえ、みたいな。この低い音がバーって言ってやべえ、みたいな。これで、ドンって、ドンって、バーって言って、シャーって言って、シャーって言って、もっとシャーって言って、はははは。みたいなことを2000万回以上やってるわけですからね。なんか僕としてはすごい申し訳ない気持ちになってしまうことが実はすごく多いんですよ。でもまあ少しでも皆さんがこう楽しんでいただいてたりとか、参考になっていればいいんですけれども、僕としては実はそんな申し訳ない気持ちでいっぱいになってたりとかします。しかし、こうやって6万人を超えたりとか、2000万回を超えたりとかできるのも一重にいつも動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございますので、本当に感謝感謝でございます。いつもいつも本当にありがとうございます。いつもくだらない話が多くてごめんなさい。いつも話が長くてごめんなさい。でもそういうチャンネルなんですよ。そういう人間なんです。そういうもんなんでしょうがないんです。これは何とか言われ、どうとか言われて もう困ってしまうんです。もうそういうもんなんです。諦めてください。違うか。そういうものだとご了承くださいませ。なんだっけ。そう。気がつけばこの YouTube のチャンネル開設してから5年と4ヶ月経ってるんですけれども、まあ、この5年という月日、なんか長いようで短いようで、そんな長くないなって思うんですよ。まあ、もちろん短くはないんですけれども、人生というスパンで見たら5年なんて結構一部じゃないですか。けど、その一部である5年の期間、ちょっとずつでもこうコツ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 を続けると、そこにはこうやっぱ結果とかね、なんかこう何か結びつくものがあるんだなと、僕自身も最近痛感することが多いんですよ。なので、今回の動画の中で6万人記念ということで、続けることの大事さについてお話を熱く語ってみようかなと思ったんですが、やめます。やめるのかよという話ですけれども、やめます。なんでかというとですね、すでにもう前に1000万回記念の時だと思うんですけれども、本当にうまくなるためにはという動画の中で、そんな話はもうベラベラと長い間、たくさん喋ったので、今回の動画の中ではそういう話はやめようと思いました。俺は今回の動画の中でそんな真面目な話はしねえみたいな感じで、そんな話はしません。で代わりに何の話をしようかなと思ったんですけれども、ふと思いついたのが自己紹介でございます。なので、今回は自己紹介をさせていただこうかなと思います。チャンネル登録者6万人からの自己紹介、滝沢勝成の自己紹介でございます。まあ、今までそのいろんな方からメッセージ、コメントとかメールとかいただくこと多いんですけれども、もちろんギターの質問も多いんですよ。そのこれこれのこういうテクニックどうしたらいいんですかとか、理論とかどうやって学んだらいいんですかとか、そういった質問ももちろん多いです。けれども、意外と僕自身の質問もすごく多いんですよね。そのギター始めたのはいつなのかとか、ギター始めたときは何を練習したのかとか、ね、講師を始めてみてどうなのかとか、ただそんな感じで僕個人の質問もすごく多いので、今回はちょっと自己紹介と改めまして、いろいろお話をさせて、僕自身のお話をさせていただこうかなと思います。チャンネル登録者6万人からの自己紹介でございます。まあ、もちろん今回も今回はより一層ギターの上達に役立つ話は出てきませんので、ご了承くださいませ。興味がある方だけご覧くださいませ。そんな面白い話は出てこないと思うんですが、まあ、お時間ありましたら、ご覧いただければ幸いでございます。多分話が長くなると思うので、この通学・通勤のときとかに、ね、こうなんとなくボケっと見たりとか、
もしくはこう寝るときにこうベッドで、ね、寝転がりながらポチポチ見てこう、ね、ボケーっと見ながら寝落ちするみたいな、なんかそういうのがいいかなと思います。あまりこう肩肘張らずにお酒でも飲みながらボケっと眺めるみたいな、そういうのほほん系でいきましょう。のほほん系でお願いします。それでは私、改めまして、名前を滝沢勝成と、申します。書き順がいろいろおかしいのは、額がない証拠と取っていただければ、間違いないかと思います。で、勝成という漢字、こういう漢字を書くんですけれども、おじいちゃんがつけてくれたんですよ、この名前。で、もともとはこういう漢字だったんですけど、うちの両親が、まあ、名前負けしたらあかんということで、まあ、こっちの勝成にしたという、そんな経緯があったりとかしたみたいです。で、名字なんですが、僕は普段こっちの難しい方の滝沢でやってますけれども、実は、免許証とか身分証明書に関してはこっちの滝沢だったりとかします。これ、なんでかと言いますと、僕が18、19、20歳ぐらいのときにですね、おばあちゃんが改名しちゃうんですよ。おばあちゃんがこっちの難しい方の滝沢から簡単の方の方に改名すると何が起こるかというと、まずおかんがこう変わるわけですよ。そしておかんの息子である僕もこっち側になってしまって、おばあちゃん以下の世代が全員変わっちゃうんですよね。で、僕はこれ変わったとき全然気づいてなくて、気づいたときにはね、もう遅かったんですよ。で、こう気づいておばあちゃんにこう連絡をして、おばあちゃん、なんてことをしてくれるんだと。俺は難しい方の漢字が良かったのに、どうしてくれるんだと。っていう感じでこう文句を言ったら、おばあちゃんが、じゃ あ, まあ市役所に駆け込んでみろと言ったわけですよ。で、僕はまあその市役所の方に駆け込んで、これ、こういう事情で滝沢という名前になってしまいましたが、この難しい方に戻したいですと。どうしたらいいですかと。そういうふうにこう聞いたら、お役所さん曰く、市役所の方曰く、一言で済まされました。無理です。で、僕はびっくりして、へへへへ、お役所さん、そんな無理だって、そんな釣れないこと言わないでくれよ。実はなんかいろいろ方法があるんだろう、ほらほら、言ってごらんよ、ツンツンみたいな感じで食い下がったんですよ。でも、食い下がってもあんまり解決しなくて、お役所の方曰く、まあ、どうしてもと言うんだったならば、裁判を起こしてくださいと。で、その裁判の内容によっては、その裁判の行方によっては、もしかしたら戻るかもしれません。さあ、どうしますかと。言われて、へいへい、お役所さん、裁判ってなるとちょっと話が変わってきちゃうな、ちょっと困っちゃうな、みたいな感じで、結果、諦めるという次第でございます。僕は本当はこっちの方が良かったんですけども、おばあちゃん、余計なことしやがってという感じでございます。本当、もうなんてことをしてくれるんだ。今、この動画をご覧いただいている方の中で、こっちの滝沢という名前の方、いらっしゃいますでしょうか。簡単な方にすると戻せないらしいんで、こっちの名前を大事にした方が良いかと思います。まあ、もちろんその、ね、記入するときにすごい面倒くさいんですけれども、簡単な方にすると、なんかいろいろルールがあって戻せないらしいんですよ。というか、この漢字自体も結構 NG らしいんですよ。そのコンピューターの管理上。なんかいろいろ詳しい話を聞いたんですけれども、なんか小沢さんとか中沢さんとか、この沢を使っていらっしゃる方多いと思うんですけれども、そういう方々も要注意でございます。こっちの簡単な方に沢にすると、もう自分たちが変えてしまうと、自分たち以下の世代は全員こっちになってしまうので、もし改名される方は、ちょっとしっかりと考えた方が良いかと思います。とりあえず僕としては、もしこっちの漢字の滝沢さんがこの動画をご覧いただいていたとしたならば、ぜひこの滝沢を大事にしていただきたいです。簡単な方にすると戻せないので、本当に改名するときにはもう要注意という感じですね。冠婚葬祭があると役所さんからそういう提案があるらしいんですよ。そのコンピューター上の都合で、簡単な方の方がなんか都合がいいらしいんですね。で、その例えば僕の場合はおじいちゃんが亡くなったときがそのきっかけだったんですけれども、役所の人からこれこういう理由で、なんかこういうこっちの方にしませんかという提案があるらしいんです。で、それに乗っかってしまうと、まあ、もう元に戻せなくなってしまうと。なんかそんなのがあったりとかするらしいんで、改名をする際はよく考えて、していただければと思います。難しい方の滝沢の方、この動画をご覧いただいていたら、ぜひその名前は大事にしてあげてください。で、まあ、言い訳をするつもりではないんですが、一応、こんな話もついでにさせていただきますと、僕の滝沢という名前は新潟の方から来ているんですけれども、新潟の津南という、僕の本籍の方ですね、そちらの方で滝沢酒造という、酒蔵さんがあるんですよ。で、そちらが僕の遠い親戚だったりとかするので、別に嘘はついてないぜとか、そういう話でございます。で、ついでに言うと、滝沢酒造で作っている苗場山という日本酒がすこぶるおいしいので、興味がありましたら、ちょっと調べてゲットしてみてください。安いのにすごいおいしいです。
まあ、そんな感じの名前の秘密があったりとかしました。別に秘密ってわけじゃないんですけどね。僕の周りの友達はみんな知っていることなので、別に隠しているわけではないんですけれども、ウェブ上でこんな話をしたことは多分ないと思うので、まあ、びっくりされている方多いと思うんですが、まあ、そんないきさつがありました。まあ、名前というのはいろいろありますねという話でございます。自己紹介を続けましょう。僕は昭和58年の9月28日、西暦で言えば1983年ですね。生まれでございます。うん、結構長くなりそうなので、高校卒業するまでにしましょうか、自己紹介。そちらまでちょっといろいろお話をさせていただこうかなと思います。昭和58年9月28日、で西暦で言えば1983年生まれ、横浜市の磯子区というところにおぎゃーと生まれ落ちました。で、3歳くらいまで住んでて、すぐに相模原市の方に引っ越してきたので、まあ、僕の感覚としては相模原市が地元かなと思うところでございます。なので、生粋の神奈川湖という感じですね。で、幼少期はまあすでそんな面白いことがないので、小学生くらいから行きましょうか。小学生の頃。どうですか、僕が小学生の頃、何したと思いますか。なんかこうバイオリンやってたとか、英才教育受けてたとか、なんかすでにギターやってたとか、なんかそういったイメージをお持ちの方いらっしゃるかもしれませんが、全くそんなことはございません。他の子供たちともこう多分漏れずに、毎日毎日ゲーム三昧の日々を送っておりました。これはマジです。もう僕の11個上の兄がいわゆるオタクだったので、ゲーム機をひたすら買い揃えるんですよ。ファミコンももちろんあったし、僕は小学校2、3年生のときにスーパーファミコン発売されたんですけれども、もうすぐもう滝沢家に導入されて、でそこから PC エンジンとかメガドライブとか、あと小学校6年生のときにプレイステーションが発売されたりとかして、でそんなゲーム機がもう僕の家にもね、わーっと集まってくるものですから、僕はもう家の中でゲームばっかりという日々を過ごしておりました。ゲームが好きすぎて、大人になったらプログラマーになってゲームを作りたいと本気で思うぐらいにゲームをやってたんですよ。で、ベーシックというこのプログラミング言語があるんですけれども、もうこういうのは、ね、ひたすら勉強するぐらいにゲームが好きでした。図書館とかに行ってベーシック関連の本を借りてきて、なんか実際にこうノートとか取ったりとか、実際にプログラミングしたりとかしてゲームを作ったりとかして、僕のそのオタクの兄がパソコンを持ってて、PC8801 か。というパソコンを持ってたんですよ。NEC のパソコン。こちらのパソコンを借りて、まあ、ひたすらこうベーシックを打って、なんかこう毎日毎日ゲーム作ってはゲームで遊んで、ゲーム作ってはゲーム遊んでみたいな感じでございました。僕は小学校の時に、ストリートファイターというシリーズの格闘ゲームがめちゃくちゃ流行るんですけれども、もうそれとかも、ね、ひたすらやってました。スト2、スト2ダッシュ、スト2ターボ、スーパースト2。毎週のようにもゲームセンターに通っては、対戦隊でゲームをして、で、まあ、家に帰ってもまたゲームをして、で、隙間時間にもうゲームを作ってみたいな感じで、もうゲーム三昧、もう毎日毎日ゲーム。で、まあ、そんなことがあって、小学校1年生の時にはもうブラインドタッチっていうんですか、タッチタイピングっていうんですかね、ちょっとわかんないんですけども、もう普通にこう手元見ないで、普通にバーってこう、キーボードが打ってたんですよ。その技術が今もこんなに使うことになるとはちょっと思わなかったんですけれども、まあ、この時にそういうのを身につけておいてよかったかなと、今では思います。でも、冷静に振り返ると、もう野球とかサッカーとか大嫌いだし、もう泳げないし、もう外に出ること自体がすごい嫌いだしみたいな感じで、走るのも得意じゃないし、でこの頃すごい太ってたんで、まあね、運動自体が嫌だったんですよ。なので、ね、今振り返ると、ね、大丈夫かなって感じでしたけども、まあ、なんとかすくすくと健やかに育つことができました。で、その滝沢少年、中学校に入るわけでございます。中1。滝沢少年、中学校に入学。で、このときに初めてギターを触ることになります。僕の行っていた中学校は、仮入部期間というのがあって、1週間だか2週間の間、いろんな部活をこの転々とすることができるんですよ。まあ、こっちの部活に遊び行って、ちょっと体験してみて、こっち遊び行って、こっち遊び行ってみたいな感じで。で、その体験期間が終わって、さあ、どの部活にしますかという本決めをすると。そんな期間があったんですよね。で、僕の中学校はギター部というものがあったので、僕がこうギター部に遊び行ったのが初めてのギターでございました。そのギター部というのは、エレキギターとかでもなく、こういう鉄弦のアコギというわけでもなく、クラシックギターを合奏するスタイルの、いわゆるクラシカルなギター部でしたが、そこでこう初めてギターを触って、もうえらく感動したんですよ。もう滝沢少年はすごい感動しました。これは面白いと。
なんて面白いんだ、ギターというものは。なんで今までやってこなかったんだろうか。こんなもん絶対やるしかないでしょうぐらいの勢いでもう興奮して、もうそのまま家に帰って、お母様に、お母様、お母様、私は本日ギター部というものに体験をしてまいりました。初めてギターというものに触ってみたんですけども、これはまた面白くて興奮ですよ。お母さん、買ってくれみたいな感じで、お母さんに懇願して、まあ、しばらくして買ってもらうことになるんですけれども、これが初めてのギターの体験でございます。でも、滝沢少年、そんなもんギター夢中になっているもんで、仮入部期間はひたすらこうギター部に行って、ギター部に行って、ギター部に行って、もう毎日毎日こうギター部に行って、ギター部でこう仮入部期間を過ごすわけですよ。で、その仮入部期間が終わって、さあ、部活を決めなきゃいけない時期になりました。さあ、どうしますか。僕は吹奏楽部に入りますという感じで、吹奏楽部に入部するという、この大どんでん返し、やってやりましたよ、滝沢少年。で、その吹奏楽部も3ヶ月か4ヶ月くらいで、なんかこう、部活をサボりすぎて、部長さんからちょっともうやめてくれと、もう退部してくれと言われて、まさかのクビっていうね、なんかそんな処遇を受けたりとかしました。中学校でもなんかクビってあるんですね、今考えれば。まあそのぐらい部活に行ってなかったということでございます。そこから特に部活に所属せずに、ひたすらフラ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 としている感じ。まあ、そんな感じで話を予約しますと、まあ、中学校1年生のときに僕はギターを始めたという感じです。で、中学校2年生、入る前、中1のお正月だ。中1のお正月のお年玉を使って、初めてエレキギターを手にします。フェルナンデスの MG タイプのギターですね。初心者セットみたいな感じで、2万円しないくらいの価格。普通にギター本体、アンプ、ストラップ、シールド、ピック、あと教本とか、なんかそんなものがこうセットになっているやつって、まあ、よくあるじゃないですか。今でもよくあるじゃないですか。それを買ったのが僕の初めてのエレキギターでございました。町田の田原楽器にて、お買い上げ、初めてのエレキギターゲットみたいな感じで。いやー、別に MG に思い入れがあったとかそういうわけじゃなくて、一番安かったんです、それが。で、この時期、僕が何を弾いてたかっていうと、意外なことに、意外なことに、チェッカーズをひたすら弾いておりました。チェッカーズ。僕の7つ上の兄の奥さんがチェッカーズすごい好きで、その奥さんの影響で何か知らないけど、すごいチェッカーズが好きだったんですよね。で、とりあえず、まあ、ギターを始めるにあたって何弾こうかなと思って、まあ、チェッカーズの曲はいろいろ知ってるから、とりあえずチェッカーズ弾いてみようかなと。とりあえずチェッカーズを弾いてみようという感じで楽譜を買ってきて、わからないながらもこんな感じかな、こんな感じかな、ボロンボロンみたいな感じで、まあ、ひたすらコード弾きをしてたという感じですね。アコギを弾くときには、もう皆さんご存知の C とか D とかそういうオープンコードを弾いて遊んでた感じ。なんだろう。例えば。ちっちゃな頃からほにゃほにゃらーって。毎日毎日こんなことしかしておりませんでした。で、滝沢少年、歌うことも大好きだったので、みたいな感じで。まあね、ずっとこう弾きながら歌って、まあ、さぞかしやかましかったと思います。さぞかしうるさかったと思います。で、エレキギターを買ってまた何をするのかっていうと、もちろん、チェッカーズ。バンドスコアをこうパパパッと開いて、まあ、なんかこう楽譜読めないですけれども、こんな感じかな、こんな感じかなと。7って書いてあるから、ここに違いねえとか、あ、多分これに違いねえって言って、なんかこんな感じに違いねえ、なんかこんな感じに違いねえ。もちろんリズムとかもわかんないんですけれども、こんな感じに違いねえみたいな感じで。まあ、ひたすら勘で弾いておりました。いろいろ間違ってたんですけれども、その間違いに気づくのはもうちょっと後ですね。その頃は間違ったまま、いろいろとこう楽しんでたような感じでございます。で、そんな滝沢少年、中学校2年生になったときに、ある一つのハプニングが起こります。ハプニング。何でしょう。滝沢少年、中学校2年生のときになぜか急にメタラーになります。チェッカーズからまさかのメタラー。僕のその兄、真ん中の7つ上の兄ですね、が洋楽好きな人だったんですよ。で、その当時もすでに結婚して家にいなかったんですけれども、置いてた CD がたくさんあったんですよね。で、僕はチェッカーズの CD を毎日毎日聴いてたんですけれども、ある日たまたま違うのも聴いてみようかなと思ったんですよ。で、兄のその CD ラックみたいなのをね、プラ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 っと見せたときに、なんとなく目に留まったのがラウドです。ラウドネスのハリケーンアイズというアルバムでした。で、もうこのラウドネス自体は全く知らないし、なんかジャケット見て、なんだこれ、なんて読むのかな、ロウドネス、まあ、よくわかんないけど、これ聴いてみようっていう感じで、本当になんとなく聴いてみたんですよね。普通にこう CD パカッと開けて、コンポにセットして、再生ボタンを押して、まあ、こう音楽が流れてくるじゃないですか。で、こう初めて聴くサウンドに滝沢少年はえらく衝撃を受けるわけですよ。なんだこれはと。
なんだこれはっていう感じですごい衝撃を受けたんですけども、その衝撃を受けた理由としては、うるせえっていうことでした。決してかっこいいとは思わなかったんです。ラウドネスのハリケーンアイズというアルバムの1曲目、SDA という曲なんですけれども、一番最初にこのドラムの素早いフィルインから入るんですよ。モタロモタロモタロスタララタロみたいな感じの。そんなのから入ってるんですけれども、最初聞いたときに武田少年は、なんだこれはと。なんかめっちゃドラム早く叩いてるけども、何してんだという感じで、とりあえずなんかすげえうるせえんだけど、なんだこれはと。で、そのドラムのフィルが終わると、もうすごいもうゴリゴリに歪んだサウンドでギターがリフを弾くわけですよ。ズン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 。みたいなフレーズで。で、武田少年はまだその時にその歪みという概念を知らないもので、なんだこの音と。本当にこれギターなのかな、キーボードかなんかじゃないのというふうに、なんかすごいびっくりしたんですよね。で、ラウドネスはもちろん早弾きのバンドなので、このソロになると早弾きが出てくるわけですよ。で、その早弾きが、みたいな、こんな感じのフレーズなんですけれども、それを聞いて武田少年はまたこうびっくりするわけです。なんだこれはと。なんかギターっぽくないね。なんだろう、これキーボードじゃないのかなみたいな感じで、なんかとりあえずびっくりしました。なので、衝撃は確かに受けたんですけれども、そのかっこいいっていう衝撃じゃなくて、とりあえずうるせえっていうことと、なんかめっちゃ速いっていうことと、なんかすごいズクズクいってるなとか、なんかそういったびっくりみたいな感じの衝撃だったんですよね。決してかっこいいと思ったわけじゃないです。でも、なんとなく気になってて、へぇ、ラードネスっていう人たちもいるんだねっていう感じで、なんか覚えて。おりました。で、その後にこの古本屋さんに行って、チェッカーズの楽譜とか雑誌とかを探すついでに、ラウドネスの楽譜とかインタビュー記事とか特集とかを探すわけですよね。それでこう、ヤングギターの、その古いバックナンバーとかを、ね、古本屋さんにたくさん集めてきて、本を読みながら、あ、早弾きっていうものがあるのかとか、ディストーションってものがあるのか、こういうエフェクターがあるのか、ラウドネスのギタリストは高崎明っていうのかという感じでいろいろこう知っていって、気がつけばどっぷりメサラになっていたと。なんかそういう経緯があります。で、僕の周りの友達はもちろん J-POP とかを聴いているような人たちで、いわゆるそのテレビで流れているような、そういうポップスを聴いているような人たちでした。でも僕がメタラになったときに、そのラウドネスの CD をみんなに貸したんですよ。友達に貸したと。ちょっとラウドネスという CD があるんだけど、よかったら聴いてみて、すごいかっこいいから、よかったら聴いてみてみたいな感じで、その、ね、仲のいい友達みんなに貸したと。そしたらどういうわけか、それがすごい成功して、周り全員メタラになったんですよ。今考えれば何じゃそりゃって感じなんですけれども、わかりやすくみんなメタラになりました。で、僕はメタラメタラって言ってるんですけれども、性格的にラウドネスって決めたら、ラウドネスだけを練習して、ラウドネスだけを調べて、他のことはあまりこう気にしないというか、調べたりとかしない、なんかそういう性格なんですよ。今でもそうなんですけれども。でも、周りの友達は雑誌買ってインタビュー記事とかあったならば、知らない人でも読むし、新譜のリリースとかに関しても必ずチェックするし、みたいな感じで、いろんなアーティストを発掘してくるわけですよね。で、僕はラウドネスしか知らなかったんですけれども、中2の終わりから中3にかけて、そのいろんな友達から、そのいろんなアーティストを教えてもらって、いわゆるスーパーギタリストを知ることになります。ヴァン・ヘイレンとか、ポール・ギルバートとか、イングベ・マルムスティンとか、クリス・インペリティルとか、ヌーノ・ベッテンコートとか、もうその辺のいわゆるスーパーギタリストってやつですね。その辺を知ることになります。で、友達から雑誌を貸してもらったり、楽譜を貸してもらったり、CD を貸してもらったりとかして、より一層メタル少年になっていくと。毎日毎日早弾きの練習ばっかり、ね、したりとかして、スイープの練習したりとかして、もうひたすらこうね、バリ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 と、まあ、地味な練習を続けていくことに。なるわけでございます。なので、この中2のこの真ん中らくらい、真ん中ら辺くらいからこう分けて、前半と後半でテクニックの差にものすごい差があったと思います。最初の方はチェッカーズをのほほんとしか弾いてなかったんですけれども、ラウドネスを聴いてから、やったら早弾きの練習とか、ブリッジミートの練習とか、オルタネートピッキングの練習とかをしてたので、この時にめちゃくちゃ上手くなっていったと思います。で、中3の時にまたこう転機があるんですけれども、これすげえ話が長いな。ちょっと中学生で終わってしまうかもしれません。中学生の時に、また転機が訪れて、武田少年 DTM を始めます。デスクトップミュージックってやつですね。簡単に言えば、パソコンでの打ち込みです。その当時、こういう MIDI 機器というものを買ってもらったんですよ。その上のお宅の兄がパソコンを買ったんですよね。Windows 95を搭載しているソニーの初代バイオ。初代じゃないかもしれないです。まあ、すげえでっかいバイオ。
というパソコンを買ったわけです。で、それをきっかけとして、僕もなんかこうね、音楽のなんかソフトとか欲しいなみたいな感じで、このMIDI機器を買ってもらったような感じです。こう、過去にこの機器を持ってた方いらっしゃいますでしょうか？このフォルム、超懐かしくないですか？これは、ローランドのサウンドキャンバス SG88 Pro というやつなんですけれども、この中にそのドラムの音とか、ベースの音とか、ギターの音とかが、ね、ぎっちり詰まっているわけなんですよ。けど、今はもうパソコンで、これ自体も全てシミュレートできてしまうので、もうこんな機器は本当は必要ないんです。でも、僕は思い入れがちょっとあるので、全く使わないんですけれども、まあ、押し入れの奥に保管しているような感じです。今回この動画で紹介するためにちょっと引っ張り出してきました。で、またしまいます。別に使わないんで。まあ、こんなのがあったりとかして、あと、ケークウォークホームスタジオですね。ケークホーム。ケークウォーク。ホームスタジオ。いわゆる打ち込みソフトです。その当時のパソコンのスペックが低いので、録音ができなかったんですよ。録音できるっちゃできるんですけれども、音声ファイル自体が重すぎて、そんなの録音したらパソコンがフリーズしちゃうとか、もう動作が重くなってしまって、作業ができなくなってしまうとか、そんなのが割とザラだったので、録音とか一切せずに、もうパチパチと、ね、打ち込みをしていたような感じです。でも楽譜は読めないので、チェッカーズの楽譜をもう丸写しするとか、なんかそんな感じでこう遊んでいったような日々でございました。なんかすごい長くなってきたな。どうしよう。とりあえず今回は中学生までにしておきましょうか。高校生からもいろいろこうハプニングがあるよみたいな話のネタを用意していたんですけど、またそれは違う機会でお話をさせていただきましょう。そんな感じでまとめますと、中学校のときにはチェッカーズしか弾いていない時期、そしてなんか急にメダルになる時期がありました。で、中3のときの後半、中3のときに、まあ、DTM を始めるわけです。ケークウォークホームスタジオという、今でいうソナーの前身のソフトですね。ケークウォークホームスタジオバージョン6を使って、ポチポチと打ち込みをしておりました。で、このときにいろいろ作った曲とか実はたくさんあるんですけれども、多分どこかに残っていると思うので、まあ、それもまた機会があったらどこかで紹介させていただこうかなと思います。そんな感じで、じゃあ、中学生以上の話は、またチャンネル登録者さんが7万人を超えた後かなと思います。また機会があったらお話をさせていただきたいと思いますので、よかったら楽しみにしていてくださいませ。それでは、また次回、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。